Hello everyone, this is Connens Channel. 明けましておめでとうございます。2024年一発目の動画はロサンゼルスで私がよく着るコーデをご紹介したいと思います。一応冬のカテゴリーで行くんだけど、ロサンゼルスの冬ってまあまあ暖かくて、12月下旬になってやっとジャケットいるかなぐらいの気温になってきたので、いやいやこれ日本だったら絶対凍えるでしょっていうような格好もしています。コーデ紹介のリクエストにお答えできればいいなと思い、今日はこの動画を作ることにしましたので、ぜひ最後までご覧ください。1コーデ目はこちらです。日本で買ったスウェットと、多分昔 H&M で買ったスカートと、自由の靴と靴下です。こちらテニスできそうだけど全くできないっていう下着スウェットなんですが、色合いが素敵でスクールガールっぽいイメージを持ってコーデを組みました。このスウェットは109で買ったんですけど、着心地よくてお気に入りです。どんなボトムスとも合うしね。なんかぶりっこな学生さんってイメージ。バングルをつけてます。バングルはケイトスペイドので、ヘアアクセサリーは視聴者の方にいただきました。ありがとうございます。学生さんが持ってるような大きいカバンがあったら多分似合ったと思うんですけど、ないので、次のコーデ、買い出しコーデです。これもとてもカジュアルで、エアーズトゥーのバッグを自慢しています。ディズニー好きでテイラー・スウィフトのファン多いしね。靴下は緑なのがポイント。緑とマスタードのフーディー合うよね。あるんですけど、さりげないチップマンクのロゴに緑も入ってます。これを着てるとよく、あ、このキャラクター知ってるけど名前なんだっけ、思い出せないって言われます。いきなりクイズ出されてるみたい。若干ブカブカだからパンツはスキニー系がおすすめ。次はお気に入りなモコモコセーターを使った冬コーデです。すごく気持ちよくて、深みあるグリーンとブラウンで木みたいかもしれないけど、まあそれは置いといて、アクセサリーでごまかします。バングルはまたケイトスペードで、ピアスもパールにしました。パーティーでよく着るコーデなんだけど、誰に話しかけようって困ってます。全体的に着心地のいい、おしゃれしすぎないけど一応気合い入れたっていうようなコーデでお気に入りです。ここからジャケットを使ったコーデ紹介。ブラウンを基調とした温かみのあるコーデ。若干着太りするかなって思ったんだけど、どうでしょう。コーヒー持ちたくなるよね、これ。カフェラテを飲みたくなる。あー寒い寒いってぶりっこしたくなるって思ってます。ピアスを同じくパールのでシンプルめにしておきました。タートルネックとピアスのパールがマッチして可愛いかなと思ったの。でも次の方が私は好きかも。こっちの方がカジュアルで、図書館に行くような女の子って感じ。さっきのは面接感あったけど、こっちの方がアクティブで、サングラスもかけちゃったりして、あはです。流行りの全体的に淡い色を使ったコーデにしてみました。あんまり淡いを混ぜることはないんですけど、今後も着てみようって、今年の冬もっと寒くなったらそうしようと思いました。お嬢様学校に通う子をイメージした、これもまたスクールガールっぽいアウトフィットです。中のシャツはトミーヒルフィガー、コートはお気に入りの GU のコートです。カイロが出てきました。ロサンゼルスはあんまり使わないかなっぽい。アクセサリーはディオールのブレスレットだけというシンプルめにしてみました。そして靴も買いました。ドックマーティンズのブーツです。フリフリのソックスがちょっと見えて可愛いよね。この企画を通して思ったんだけど、私の好きなコーデはプレッピーだ。プレッピーはチェック柄、セーター、カーディガン、スクールガールっぽいルックのことを言うんですけど、まさに私の好みのタイプだわって思いました。こちらは別バージョン。プレッピーよりかはもう少しお出かけって感じなんだけど、このシャツもジャケットも GU なの。すごくない？日本の GU。 シャツはクロップ丈になってるので、スカートと合わせることによって足長効果が得られます。多分さっきのも好きだったけど、個人的に紺色のジャケットだから、なんか変な動きしてる、紺色のジャケットだから薄い色を中に着た方が合うかなと思います。コントラストがある方が私ははっきりしていいかなって思います。アクセサリーも先ほど同様でネックレスを加えました。ジャケットのゴールドのボタンと合わせやすいですよね。カチューシャもしてみました。多分3コインズ、白と白で合わせてみたよ。どちらかというと春コーデだけど、秋ぐらいにもよく着てました。次は雰囲気をガラッと変えてオフィスカジュアルっぽくしてみました。黒いタートルネックは何かしらと便利ですよね。待って、私チェック柄全部のコーデに着てない。今更気づいたんだけど、どんだけチェック柄好きだなって思っちゃう。ジャケットを脱ぐとシルエットがもう少しくっきりはっきり見えます。こんな感じで、この GU のパンツは後ろにゴムがあるからいくら食べても大丈夫。最高なズボン。ピアスはディオールのものでシンプルめにしてみました。
黒いトップスだから視線が上に行くかなと思って、下をバギーなブカブカ系のものにしてみたり、アクセサリーはシンプルめにして目線のバランス、重さのバランスを考えてみました。ボルドの赤をワンポイントとして使ったコーデです。こちらもケイトスペードの、まあ、だいぶ前のバッグなんですけど、キャミオのスカートに合うかなと思って合わせてみました。これポケットがねないようであるんですよ、ある程度。うんうん、スカートの形が好きでシュッとしてるから、ちょうど隠したいところをうまく隠せてる気がします。スカートに入ってる赤の縦線がなんとなくシュッと見せてる錯覚じゃない？ケイトスペードのバングルとディオールのリングと、またディオールのピアスで、あと赤リップもつけてみました。全体的にコーデの色が暗いからこそ、ゴールド系のアクセサリーで明るさを足したり、赤リップでバランスをとってみようかなと思いました。今まで明るい系統の洋服だったと思うんですけど、こういう暗いのも結構好きです。勝手な偏見だけど、家にどんどんどん来てお金返してと高い利息を求める、なんかすごいボスを想像しちゃう。暑い、マジで無理。 LA でこの気温でジャケットは無理。以上で最近のロサンゼルスコーデ10コーデかな、ご紹介しました。持ってるものほとんど大学1年生2年生買ったもの、このジャケットなんて高校生の時から使ってるものだから、あんまりトレンドにとらわれないものを買いがちなのかなって思います。同じものを着続けても組み合わせによって雰囲気変えられるので、同じセーター同じパンツ履いててもなんとなくオフィスカジュアル綺麗め寄りなのかなって思います。でも本当はもうちょっといろいろ挑戦したいんだけどね、なんか買うのが難しいし、気に入ったものを探すのが大変だから、同じようなスタイルを貫いてます。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。